ホゼルイスガヤペーニャは、スペインペドレゲール出身のサッカー選手。バレンシア CF 所属。スペイン代表。ポジションはディフェンダー。バレンシア州アリカンテ県ペドレゲールに生まれ、2006年に地元の競合クラブである、バレンシア CF のカンテラに加入した。左サイドバックに転向するまでは、ストライカーとしてプレーしており、1年間で公式戦、通算60ゴールを挙げたこともある。 2012年1月30日、当時17歳だったガヤは、セグンダ・ディビション B のアンドラ CF 戦で20分間試合に出場し、バレンシアのリザーブチームである、バレンシア CF、メスタージャデビューを果たした。2012年12月30日、コパデルレーベスト32の上リアゴステラに、スタメンフル出場したことで、トップチームデビューを飾った。また、 翌年12月12日の UEFA ヨーロッパリーグ f c クバンクラスのダールにも出場し UEFA 大会デビューも決めた。バレンシア CF の下部組織で育ち2014年4月のリーグ第36節のアトレティコマドリード戦で一部をデビュー。2014から15シーズンの第5節のコレドバ CF 戦でリーグ初ゴール。 2014年9月のリーガ月間ベストイレブンに選ばれる。2015年5月8日、契約を2020年6月末まで延長し、契約解除金も5000万ユーロに設定された。2018年2月に契約解除金が3000万ユーロに減額され、ユベントス FC やマンチェスターユナイテッドなどが興味を。 示したが、2018年5月22日に2023年6月末まで契約を延長し、契約解除金も1億ユーロへ引き上げられた。2010年に U-16 スペイン代表に選ばれ、2012に U-17 代表、2013年に U-18、U-19、U-20。 2014年に U-21 代表にそれぞれ選ばれた。2018年9月11日の UEFA、ネーションズリーグ、クロアチア戦で A 代表デビューを果たした。2021年5月24日、UEFA ユーロ2020に臨むスペイン代表に選出された。ありがとうございます。